ギガ連射。お、さあ今回やっていくのはこちらです。ピカクターのピカトランサーどんなゲームかは分かりません。気合が入っていることだけ分かるな。このゲームに気合が入っている。なんせタイトル画面からこの BGM が流れてるからね。そして、まあ、まずあらすじから読んでいこう。あらすじです。笑っているのか泣いているのかさっぱり分からないが、暗いところで光ると目立っちゃう驚異の無表情キャラピカクター。テクノ遊園地帯にある新作縦シューティング風体感ゲームにピカクターが挑戦。敵の弾は速いけどピカクターの近くに来ると遅くなるぞ。これを利用して敵が次々と出す弾を華麗に避け、スコアアイテムに変換させちゃおう。ほう。ほう。で、まあ、例によって例のごとく、まあ、遊び方とか、そうですね、遊び方とか、ゲームのコツ。このゲームのコツ。ただ敵を倒すだけじゃスコアが上がらないぞ。敵を倒すとその敵が出した弾がスコアになるので、余裕があるうちはできるだけ弾を引きつけて倒すようにしよう。弾を敵を引きつけてじゃなくて。で、このゲームなんかピカクターのピカトランサーはスマートフォンで遊べる、このゲームが元になっているってらしい。なので、興味のある人はね、iPhone とか Android でもできるので、まあ、リンク載せとくかな。興味のある人はやってみましょう。じゃあやってみます。ピカクターのピカトランサー。まずランキングから。お、音がない、音がやんだ。おこれ見に行ったことのない名前とか、お、アザラシさんいるじゃん。アザラシさんいますね。1位ヤムヤム、2位ミホシ、3位マー君、5位アッキー、6位ミミ、SD ブラック、メタレ、メタル、ハミヨレ。結構日本語の名前とか多いですね。多いですね。よし、ていこうか。1万、上位1万。1万はいかんだろうな。簡単にいかんだろうな。おぉ、これはシューティングだ。インベーダーみたいなの倒してるな。近くに来ると遅くなるんじゃなかったっけ。あ、弾が。ピカクターってさ、当たっても死なないの、弾が。なるほど、なるほど。弾が当たらないのか、あんまり。どうなったのかよくわからないんだけど。目が忙しすぎて全然追えてない。あー、もうよくわかんねえ、よくわかんねえ。当たって死んだシューティングは苦手です。シューティング苦手です。ああ、まあ好きな人は好きかもね。なんか余裕なるときにね、やりたいね。ハイスコアをね、やってみたいね。余裕なるときにね。俺はこのシューティングのために時間をかけるというような、今余裕はない。残念ながらな。あ、この、近いところに来ると、弾がね、遅くなるからね。それを利用して避けるんだろうけど。なかなか、そう思ってる方は、うまくはいかないでござるな。まず喋りながらっていう範でもあるんだけど、まあ、そもそもちょっとシューティングが苦手っていうところもありますね。よし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 。ようかわしとるよこれ。ようかわしとる。いや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 、おー危ねー。目忙しいな、目忙しいな、当たっとるんよ。やめといた方がいいぞ。これは沼だ。これは沼だ。ピカクター沼だ。次ラストにしましょうか。泣いても笑ってもこれラスト。ね。いいね。いいね。まあ、引きつけて、弾を引きつけてした方が、スコアアップみたいなこと書いてあったけど、よく意味がわからなかったな。あ、そういうこと？いや、わからんな。もしかして、こう、
いや、わからんな。弾を引きつけてがよくわからんな。いや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 、難しいって。難しいって。こうやって取ってんのかな？いや、難しいって。難しいって。取ってるけどね、全然簡単じゃない全然簡単じゃないよ、全然簡単じゃないよ。助けてー、もうわからん、もうわからん、全然わからん、わからん、全然わからん、なんで避けれてるのかもわからん。ひー、助けてよくわからん。おお、でもだだだだだ、わかんない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 。ああ、目がおかしくなる、目がおかしくなる。よしよし、全然敵を倒すところ見てないからね。ただ弾を当たらないように動いてるだけだからね。これはね、おお、なんとかなんとか、はい、助けて厳しいな、厳しいな。よく持ってるよこれ、よく持ってる、持ってる、よく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 持ってる、いつ死んでもおかしくない。なんでできてんの俺これ、なんでここまでやれてんの、やれてる理由がわからない。すげえ、よくやったな。もう苦手な割によくやったと思う。でも9位だね。上位すごすぎないか。これで、これでまだこの順位だぞ。この上の連中はどんな世界を体験してるんだろうか。すげえな、シューティング界隈ってな。ここまでだ。でもようやった方だと思います。ここまでにします。ピカクタ。ピカクタっていうのはね、クター界の中ではかなりレアキャラらしいですよ。確かね、ブラウザーゲームの中でピカクターがタイトルに入ってるのはこれだけだったような気がします。はい。まあ、シューティングゲームに興味がある方は、もしくは、まあ、Android スマホでも、Android と iOS、iPhone でもできるのでね、やってみてください。はい。もう一回 BGM が。ピカクターのピカ。トランサーでした。ピカクタのピカ、ピカクタのピカトランサーでした。ほんなまた。